病気は自分が作り出したもの。そして自分で治すもの。人生80年時代、生涯を健康に暮らすことは万人の願いです。遡ること弥生時代は、平均寿命を15歳前後、18世紀に30代になり、60歳を超えたのは、日本では第二次世界大戦後の話しです。近年は、 70歳以前に亡くなると早死になどと言われ長寿が当たり前の時代ではありますが年々その長寿にも陰りが見えてきましたそれは平均寿命の話しではなくて国民総高齢化によって病人人口が増えているという事実です長生きは死体しかし病院で何年も寝たきりは嫌だ 重苦しいい病気を背負なながら生生きる人でではなく、健康ですっきりしたた人生を歩みたいものです。近年はどうも病気のタチが悪くなった悪性病がどんどん増えていると思われがちですが実際どうなんでしょう世間を騒がす O157 や院内感染 mRSA を見ても確かに人間よりも強くなっている病気がやたら目につきます 癌やアトピー、人工透析糖尿病など増え続ける難病を目前にしていても決め手になる治療が今のところ見当たらないというのが実情ではないでしょうかこれらの風潮が蔓延する背景には肝心な病気の宿主人間の方が病気になりやすい体質に傾いていることが指摘されていますいくら病気の研究や分析を続けていてもこれではます 病気は研究段階にとどまり、いつまで経っても病気から解放されるには至りません。病気の予防を、維持関係者や国が唱えるのは、そこにあります。しかし、ここにも問題があります。一現代社会の構造と、人間の健康を主体に置いた社会との格差が大きくて、そのギャップが、理想をスローガンにとどめてしまっていること。に人間は、 病気になななって困らなければ、行動動ししようとと、い怠惰な動物であること3病気の予防だけでは病気で今困っている人は治らないことの3点に集約されるのではないかと考えます理想と現実が一致しないかけ離れた距離にあるように思います病気との格闘が後手後手に回っている姿を象徴するかのようです 病気と戦うにはまず自分を知ることです人生を映画に例えると病気は宿命的一コマにすぎません迷子のコマに関連性があって初めてストーリーができます前のコマと後ろのコマがバラバラということは決してありません前のコマが後ろのコマを決定づけているので映画がハッピーエンドで終わるか否かは 前のコマに主導権があります現在の自分過去の自分未来の自分を考えてください現在の自分は過去の自分があって今ここにいます過去の自分とは生まれてこの方連続して続けてきた自分です過去のさまざまな生き方を続けてきた自分の集大成が現在の自分であるわけですその現在の自分が今 病気になっているのは過去のさまざまな連続した事柄の中で誤認や誤算ミスというものがいくつも重なり合って起きているのであってその運命の必然性は病気そのものが証明しているのではないでしょうか病気になるには原因条件過程というものが必ずありますまた単一的な原因だけでは病気にはなりにくい 例えて言うなら、階段で転んだとしましょう。それは、ただ普通に歩いていただけでは転ぶことは少ないが、急いでいたとか、脇見をしていたなどの心的要因と、荷物をたくさん持っていた、雨で下が濡れていた、かかとの高い靴を履いていたなどの物的要因が重なり合って起きることがほとんどなのです。このように、身近な例を一つ取っただけでも。 複雑な要素ががあることがわかりますましてや病気ともなると大小いくつもの要因が絡み合っていることは言うまでもありません病気には必ず症状という形があります病気の種類や年齢男女の別病歴などにもよって現れ方は一人一人違ってきますしかしその現れ方の傾向は体型 肌の色味覚や触覚などの知覚の違いなどから総合的に同定できる体質の違いによって法則的に形成されていることが分かったのですまたその体質の違いは過去の自分の生活スタイルなどとすり合わせてもぴったりと一致していますいわゆるこの体質の違いが病気の根本原因である過去の自分の誤りを表し 病気になった原因を一つ一つ紐解いていけば病気が表すメッセージが分かりそこに手段が生まれてきます原因の除去こそ健康の近道なのです生まれてこの方ずっと今の病気で悩んでいるという人以外は過去の健康であった時の自分に近づくことは可能なのです現在の自分は未来の自分から見ると過去の自分です今 あなたが同じ間違いを繰り返していたならば未来の自分はどのようなことになるのでしょう過去の自分現在の自分未来の自分すべてあなたの人生です病気は気づきの機会ですなるほどそうだったのかと前向きに捉えこれからの人生を生き生き人生に変えてほしいと願っています